90秒で早わかり宮崎大学トピックス。2020年11月の主な出来事です。11月10日、宮崎県議会から3人の議員を招き、県議会との共同授業を開催しました。若者の政治や地方議会に対する関心・理解を高める目的で実施されたもので、議員のやりがいや使命などが語られました。11月14日、小学生を対象に LED スタンドと木製スプーンを製作する公開講座が行われました。参加した36人の児童は、難しい作業は保護者の手を借りながら一生懸命に制作し、その出来栄えに満足そうでした。11月19日、本学初の学生ベンチャー株式会社スモルトが、宮崎県知事にプライベートブランドの月見いくらを PR しました。本学が進める大学発ベンチャーの創出、支援体制などについて知事に報告しました。11月26日、内閣府主催、地方創生・政策アイデアコンテストにおいて、地域資源創生学部のチームが九州経済産業局長賞に選ばれました。人口減少に直面する津野町への学生移住を促進する政策を提言したものです。